こんにちは、エチです。今回は視聴者様からリクエストがありました。こちらの、エアー75、ニューフィーさんのエアー 75V2 のこの黒のキーキャップから、こちらの白キャップに変更してみようと思います。どんな感じになるのか、ちょっと私自身もちょっと興味があるので、いい、題材をいただいたなと思いました。なので今から頑張って、キーキャップを変えていこうと思います。それでは準備ができましたので、これから交換していこうと思います。ちょっと開けるの楽しみです。はい。では開けていきます。それではキーキャップの方を取れました。エンターキーと ESC キー、こちらですね、の方はちょっと変えずに行こうかなと思って、このままにしております。それでは、白色つけていこうと思います。それでは最後のキーをつけたいと思います。はい、つけます。SC キャップだけ変えずに、これ同じやったのかわからないんですけれども、ちょっと変えてみました。はい、これからちょっとパソコンにつなげていこうかと思います。それではつなげます。透過式になってるようですね。これはちょっと黒より白の方がいいのではないかと個人的に思いました。2つ持っててよかった。そして透過式と教えてくださったミケ様、ありがとうございます。これはいいです。
これはいいですね。ちょっと、どうやってイルミネーションを、バックライトを変えるかちょっと分かってないんですけれども、これをちょっと使っていきたいと思います。またこの白に黒い縁いいですね。なんか白に黒いキーキャップはないかなと思って、わざとこういう黒のに白をつけたんですけれども、ちょっとこの選択はうまくいったんじゃないかと思います。ちょっと押してみるのを見ようかと思いますので、どんなイルミネーションになるのか、イルミネーション？バックライトになるのか試していこうかと思います。それではイルミネーションをお楽しみください。いかがでしょうでしょうか。白にした方が見栄えがいいですね。ちょっと視聴者様に感謝申し上げます。これに決定いたします。黒ではなくこの白いキーキャップで決定して、これから使っていこうと思います。視聴者の皆様、ありがとうございます。そしてこちらのタイピングの方も行っておりますので、そのうち動画を上げますので、ぜひご覧になってください。それではゆっちでした。さよなら。